まずもりずです。やっ。ケイです。リグです。ドルジです。キラーズ最強センターバック決定戦来ました。今回、ウィラーズ主導のセンターバック、シゲに来てもらってます。はい。そしてですね、ウィラーズ、ワクラユース助っ人、リクにも来てもらってます。二人ともサンフルユースでやって、まあ同じ育ちなんですけど、どちらがウィラーズの最強のセンターバックなのかというのを今日決めます。ウィラーズのセンターバックは、決めなきゃダメない。まあそうですね。うん。シゲ君結構決めてますもんね。リーズリーグも7試合2得決めてるよ。7試合2得って決めてる。ビーチでも決めてるし、ビーチでも決めてる。ここは関係ない。決めてるし、それ関係ない。取れるとか全部取るみたいなとこあるよ。すごいね。だから今回は両方やれる競技といったら、自分で取って自分で守る。そうそうよ。そう。というのは壁付きになる。ああそうやな。壁しかないよ。シュート打って自分で守る。よし。でお互いにボール入れてもらって前に出てブロックに入ってもらう。でシュートもやると。はい。この企画だけでどっちが先か分かりますから。そうそう。どっちがね、あの試合ずっと出るのふさわしいのか。確かに。何本します？5本5本ぐらいいきます。5本5本。片方5本で。オッケーです。1人10本シュート。1人10本。で、ドルジェは20本シュートを受けると。受け出してください。意気込みの方どうですか、ウィラーズ、不動のセンターバック。いやいや、もうそれはね、負けられないですよ、近いね。近い。あんまり。君がちょっとジョリってますね。ジョリ出すって言うんです。負けられないですよ、後輩ですから。後輩には負けられない。しかし、ウィラーズ、初期面ですか初期面。一応。そうですか。まあ、負けられないですけど、ジョリって言うかも。今日、そってきないです。2日ぐらい、そっこっちはジョリって言うかも。まあ、フレッシュなんでね、こっちは。あ、じゃあ、こっちはフレッシュなんで、ね、俺もフレッシュやな。食ってやりますよ。おっと、そうだよな。よっしゃ。じゃあ、もう早速行きましょうか。はい。それでは行きましょう。アーク外ね。アーク外。アーク外から、ペナ、PK マークまで。PK、最前列 PK。マークまで出れて、ゴール張り付きなしなんで、下がるとこはここまで。もうほんと俺の企画みたいな。テラスさんとコラボしたやつマジ見て。見ました。俺もめちゃくちゃブロックしまくってるから。確かに。最初開く、じゃんけんバン。負けてる。先行か。こぼれありです。試合でシュート決めたことある？ないです。何回？うん、ここ。うわっ、そっち。ミドルシューター現る。いやらしい。ああ、そっち。やばい。やばい。調子いい。調子。調子がいい。パーフェクトゲームあるって。今縦回転気味やったよ。ああ、避けた。最悪や。おブラインド、ブラインドしてた。ラッキーだ。リリグ、やばい。4点はあるかい。やばい。あやばい。
早い。ちょっとマフラーが楽しみになってきましたよ。やばいよ。やばいやばいよ。あいつ足速いの。結構速いっすね。わあ、すごい。やばい。次回したらまだある、全然。2で終わりや。ナイスボール。マジでシュートに集中できてなさすぎた。前半戦終わりまして4対0。これリク2点でも決めたらもう2点で勝ちだよ。よっしゃ、やばいぞ。君ウィナーズ来ないか。あ、入りたいです。ぜひ。君ウィナーズ来ないか。後ろ不足なんですよね。ちょっと怖いね、これ受ける側。うわー、力んでる。力んでるねー。力入ってる。何歩目。うえぇー、えぐー。練習してましたね、ずっと。えぐっ。この日のために今のは壁関係ないやろ、だって今のはえぐっ。決めた勝ちや。4本目、勝ってみよう。4本目。うわすごいね。いやよ。うわぁ。リンク、よし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 。5点。もう一歩外したら終わり。最高に壊れてるな。いやー、ここまでね、イングランド式日本代表ぐらい調子良かった選手がここで油断してたっていうか、あいつシュートうめえな。シンプルにな。あいつシンプルにシュートがうまい。ラストゴールです。よし、終わった。やりきろ。だって俺クリーンシートかもしれん。クリーンシートある。クリーンシートってあいつが言うのだよ。ナイスアッチ。よーナイス。うわぁ、彼はね、もう勝敗が決まってるのに。しっかり受けに、しっかり準備してますね。ナイスアッチ。ここでドルフの壁。あれ、うわぁ。クリーンシートだ。イエーイ。待って、俺ボイゼロ初めてや。乾杯が初めて。おい、乾杯やわ。乾杯や。ピアーズにとんでもない選手入ってきた。あんちゅうとんでもない。おい守るし取るし。全然ミナーズ来ないじゃん。ぜひ、助っ人、とんでもねえよ。これ、協力助っ人やぞ。ワクラやるんだろうな。頑張ります。ということで、5対0でリクの勝利。いや、ちょっと、やばいな。えぐいっすわ。いや、決めて守ってたよ今日。もうシュートうまいな。シュートがもう神がかってた。シンプルにブロックしてないし。ブロックお前だって上からダメ。あなたブラウンドしましたよ。ブラウンド邪魔して読みすぎた。ドルジまだ入ってる。あーっ。
ちょっとどうですか、キックの調子悪く見えたんですけど。いや、そうでもないですよ。相手は良かったです。まあ、やっぱ先行でプレッシャー与えられたのと、いいブロックしてたから、でも何本か入った感触はあったけど、枠にね、そこにはリクがいたから、そこにはリク。どうですか。いや、もう全然、しげ君、全然悪くないですけど、僕は調子良かったです。言うな、言うな。いや、ちょっとこれはリベンジしたいね。いや、ちょっとね。ほんまに点決めて守ってたし、ほんまにクリアゼロやから。ぶっちゃけクリアめっちゃ良かった。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。お手本のようなクリアだったもん。アクラ負けるわけねえやん。守れる。守れるし決めれる。決めれるね。そうだな。ということで、リクチャンネルの方もね、やってるので一応、概要欄に貼っておくので一応。一応。そっちもお願いします。この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。See ya!